マカンコーサッポー孫悟空、そして本作のメインキャラクター、長男の孫悟飯、次男の孫悟天の三役、声を担当しました、我らがスーパーヒロイン、野沢雅子さんですどうも、おし、オラボ君よろしくお願いします、ご飯です。 続きましてご飯と並んで本作のメインキャラクターであるピッコロの声を担当しましたこちらもレジェンド古川敏夫さんです待たせたなマカンコーサッポ <laughs>、えー、ピッコロの声を担当いたしました古川敏夫です皆さんもうご覧になったんですよね皆さんどうでしたか <laughs> あのちょっと今の拍手で安心しましたけれどもね え皆さんとこうしていろいろありましたけれども関係者の皆さんとまた、えー、ドラゴンボールをこういう仲間してくださる皆さんとですね、えー、この公開の日を迎えましたこと本当に嬉しく思っております <laughs> 率直なお気持ちと作品を見た感想をお聞かせくださいまずは野沢さんからお願いします、えー、今回はあのいつも悟空が主でもう暴れまくってたんですけどご飯くんが主で動くので とてもいい作品になってます暖かくてもうもちろん悟空がやってても暖かいんですけどとってもいい作品になって,て皆さんに助けられて頑張ってやりましたのでよろしく皆さんにもうここに来てらっしゃる方が一人5人までお誘いください、はい、最低で5人までお誘いくださいよろしくお願いいたしますありがとうございます古川さんお願いします そうですねもう公開直前にいろんなことがありましたそれでも関係者の皆さんのご尽力また皆さんの熱いご声援のおかげでこの初日公開の日を迎えることができました本当に嬉しく思っております感謝の言葉しかありませんカンムですそして見て感想どうでしたご覧になってもう人ネタバレさせようとしてるでしょいやししそんなことじゃないネタバレさせようとしてそんな司会者いないですよ <laughs> ネタバレしないところで言えばまあ、ピクロ可愛かったですね。<ー>はい、はい,はい、<laughs> ありがとうございます。はい